ボブ・ラッツ、ボブ・ロバート・アンソニー・ラッツはアメリカ合衆国の実業家。GM 副会長、1932年スイスに生まれる。第二次世界大戦が勃発した影響で7歳の時にアメリカに渡り終戦まで過ごす。1954年からはアメリカ海兵隊に在籍していたが、1959年には海兵隊を除隊し、 1963年に GM ヨーロッパに入社する。そして1971年には BMW へ転職するが3年で1974年にフォードモーターに移籍する。フォードモーター在籍中はフォードエクスプローラーなどの開発を主導し副会長まで登り詰めた後1986年にクライスラーに移籍。クライスラーでは アメリカンスポーツカーの代名詞の一つなった、ダッジバイパーやプリマスプローラー、クラシックなデザインの PT クルーザーを手掛ける。その後、1998年に GM に移籍し、高級車のキャデラックやシボレーなど、不審にあえぐ GM の立て直しの一翼を担い、現在は副会長の養殖にある。近年は特に、シボレーカマロの開発を主導し、ヒットにつながった。 当初は、恒例のために2009年までに引退予定であったが、GM 破綻に伴い、GM より壊れ、副会長に止まっている。経営畑や財務畑の多い、ビッグさんの経営者の中で、とりわけ自動車ファンの心をくすぐる車の発想に、長けていることから、彼が手掛けた車になぞらえて、ファンや評論家からは、喫水のカーガイと呼ばれている。ありがとうございます。